なんで、ね、ニヒルはもう撮影しなくていいわ、それで聞いてますけども、ちょっと個人的に気になるんでね、ルッツの、だけ行く道、これ、うん、気になるんで、ちょっと撮りながら行きたいと思います。ごめんなさい、この状況でね、今のイヤホンしてもらったんですけども、出せる声はこれが最大音量なんで申し訳ありません。はい、ではですね、自己紹介。僕の名は町大道芸人ハマーと言います。一生瓶に乗ってジャグリングしてハーモニカン、そしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段は主に子供たちの前でやればできる諦めない、これを伝えてくれてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響でほぼ全ての仕事を奪われ、先週までなんと87連休、はい、現在も26連休確定で今日が7連休目となっております。正直ね、ショーができない、収入がないというね、イライラと不安押しつぶされそうですが、そんな中でも、このアニメリアクション一日も休ます、今日から、3年目ですね、昨日から3年目です。はい、ただ去年の、8月18日より以前の1年5ヶ月分の動画を失い、ウマ娘を失ったことでこの 4,5 ヶ月ずっと2桁再生、チャンネル登録伸びない、リアタイものはやればやるほど再生数が下がっていくというね、もう地獄、ほんまにしんどい、やめたいんですけどもね、まあ、なんとか気合をね、振り絞ってやってるんで、ぜひ応援してください。そんな僕の自己紹介、ホームページ、 SNS、 各種 PV、 プロフィールなど、それで説明文にあるんでぜひ見てください。過去のアニメリアクション動画を再生リストに作品別にまとめてあります。はい、今年の9月頃でかい発表あると思うんでお楽しみに。それでいきます、 D アニメストアです。3、2、1、スタート。
母ちゃんまで。え。
恐ろしいぞ、ボツ使い。
ちょっと気になったんで撮りながら見ましたけどもね。まあ結果だけ言うと、ルッツの勘違い暴走やったってことね。そして、新館長フェルディナンドの株が爆上がりした回かなと思います。はい、あと撮るのがね、21話と、25話26話とお聞きしてるので、まあその辺はまた自己判断でねやっていこうと思います。まあまあまあ、ルッツ良かったですね。まあ典型的なそのなんか江戸っ子のぶっきらぼう親父って感じでしたね、ルッツのお父さんね。まあ良かったです。はい、まあルッツはこれでね、商人の道を突っ走ることができるということでね、まあいいお話やったかなと思います。はい、ということで、本月の下克上20話でした。よかったらチャンネル登録や高評価をぜひともよろしくお願いいたします。はい、まあ冒頭にも言うたようにね、まあ今ほんまに仕事すべてを奪われ、もうこんなに仕事なくて収入もない、不安とイライラの生活の中でこのアニメリアクションやってきてますけども、今このアニメリアクションも、もうメンタルぶっ潰されかけてくるんでね、まあ、よくぞここまで2年間やってきたなと、まあ、昨日の、アップした、動画で言ってるんですけどもね。とりあえずあと3日間ですね、今日含めあと3日間、過去アニメのリアクション頑張っていきたいと思いますんで、ラストスパート、皆様ぜひとも応援よろしくお願いいたします。はい、でジャグリング大道芸、まあ、パフォーマンスの動画もねいっぱいアップしてるんで、そっちこそねぜひ見ていただきたいと思ってるんで、よろしくお願いいたします。でその上でね、いつか、僕のショーを皆さんには生で見に来てほしいというのが願いです。なので、ぜひ説明文目を通してください。よろしくお願いいたします。はい、以上アニメリアク職人こと町田料芸人浜でした。